教えて先生。今日の疑問のお手紙はカンタさん6歳から。負けた時やできない時にお腹がムズムズします。どうしたら治りますか？そんなカンタさんの疑問に答えてくれる今日の先生はテニスプレーヤーの伊達公子さん。なんと世界ランク4位入りした初めての日本人。とっても強いんです。伊達先生はカンタさんと同じ6歳からテニスを始めて、たくさんの試合に挑んできたんだ。先生はお腹のムズムズとどう向き合ってきたのかな？ムズムズをどう考えてどう返事するか考えます。カンタ君へ。どうしてムズムズしたりドキドキしたりするんだろう。その気持ちはどこから来るんだろう。まずは自分で自分のことを考えてみたらどうだろう。私はたくさんの試合の中で何度もそのことを考えてきた。よく覚えているのは高校2年生の時にあった学校のチームで戦う決勝戦。私が負けたら私自身が悔しいだけじゃなくてチームのみんなが負ける。とっても大きな緊張を感じた。できない、怖い、負けたらどうなるんだろう、どうしようと緊張にとらわれていると自分のことでいっぱいいっぱいになってしまった。でも目の前の選手をしっかり見てやるべきことから逃げない、周りで起きていることを受け入れてやるしかないと自分に言い聞かせたことで、よしやるぞという気持ちに切り替えることができて試合に臨むことができた。私は緊張に向き合うことで勝負に大切なことに気がついた。勇気を持ち続けること、失敗を恐れないこと、自分に嘘をつかないこと、そういったことに気づけたことで自分自身を成長させることができた。お腹がムズムズするってことは自分をどんどん成長させられるチャンスだと私は思う。だからムズムズをワクワクに変えていろんなことに挑戦してね。カンタさん、どうだった？意外な答えだったかな？先生、素敵な答えありがとうございます。テレビの前のみんなからも自然や未来についての疑問を募集しています。疑問のお手紙待ってます。